原監督の鋼のメンタル医学的に証明される、交流戦を11勝7敗で終えたものの、再開されたリーグ戦では坂本が出場選手登録を抹消された24日の広島戦から3連敗。最大5つあった貯金も1まで減った。V 奪回を目指す指揮官のストレスたるや想像に難くないが、意外にも医学的にはノーストレスだという。一体どういうことなのか？首脳陣、選手の手の指から脈波を定期的に計測することで精神状態を把握している。同教授と長年、親交がある大久保博元チーフ打撃コーチは、監督はヤバいですね。5月のチーム連敗時に計測したデータで全くストレスがなかった。小林先生に聞いたら学会にかけるレベルだと。僕も散々機械で計測してきたけど、あんな数値は見たことなかったと目を丸くした。やっぱ原監督のメンタルは波じゃないね。スパイスもやってみてほしい。サイコで草、すでに壊れてるから説。選手がゴミなだけなんだから自分のせいにしても仕方ないよな。原監督の数値を学会にかけるレベルだ。草。ご視聴、ありがとうございました。